ババラーマンこと、アブドゥルラーマンババは、ガーナのオーザン州、タマレ出身のサッカー選手。ポジションは DF。レディング FC 所属。2014年の夏に、ブンデスリーガの FC アウクスブルクに加入すると、左サイドバックとして、リーグタックル数1位を記録した。1年後の2015年8月に、フィリペルイスを放出していた、プレミアリーグ王者のチェルシー FC に2500万ユーロで、 加入した。UEFA チャンピオンズリーグの真っ赤日、テルアビブ FC 戦でデビューを果たした。2015年10月のアストンビラ戦で、プレミアリーグデビューを果たした。11月のディナモ kf フ戦ではクロスから、先制点を生み、勝利に貢献した。2016年2月には、守備陣に怪我人が続出したことで、出場機会が増え、パリ・サンジェルマン戦では、 素晴らしいパフォーマンスを披露し、4月には全試合でスタメン出場した。2015から16シーズンは公式戦23試合に出場した。2016年8月2日に、ブンデスリーガの FC シャルケオ4にレンタルで移籍した。シャルケでは、バインツァール監督に信頼され、主力として活躍した。しかし2017年1月のアフリカネーションズカップ2017、 で、全十字陣体を断裂したことにより長期離脱を強いられてしまい、シーズン後半を棒に振った。翌シーズンは、チェルシーにローンバックしたが、出場機会をまたしても得られず、2018年1月30日に、シャルケが再び、シーズン終了までの期限付き遺跡で獲得した。2019年1月30日、シャルケとのローン契約が早期に終了し、 スタッド・ドゥランスにシーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。2019年9月2日、チェルシーとの契約を1年に延長した上で、RCD マヨルカにレンタル遺跡した。2021年1月30日、ポック・テッサロニキにレンタル遺跡した。2021年8月27日、チェルシーからの1シーズンローンで、レディング FC に加入。ありがとうございます。